映画やドラマのロケを通じて地域の活性化に貢献した作品と地域に贈られるロケーションジャパン大賞のグランプリに映画、とんびと岡山県が選ばれましたロケーションジャパン大賞見事グランプリを受賞しましたのは映画とんび、そして岡山県ですおめでとうございます昨日東京で表彰式が行われ岡山県の茨城知事が賞状を受け取りました。 映画トンビは2020年11月からおよそ1か月間岡山県内の8つの自治体で撮影が行われました官民一体となり撮影や PR までサポートしたことや国際映画祭で高い評価を得て岡山の魅力を世界に発信したことなどが認められました 晴れの国でえハリウッドみたいにこのロケを誘致しようということで、ハリウッドと言って、もうずっとロケ誘致やってきたんですけれども、皆さんのこれまでの努力が、この実ったなと思っていますロケーションジャパン大賞で岡山県がグランプリを受賞したのは初めてのことです。